おはようございます。おはようございます。ダイワスタッフの戸田元気です。ダイワスーパーフレッシュアングラーのイカチリです。で今日はビッグフィンスクイットさんにお世話になります。鶴ヶって言ったら結構夏っていうとイカメタルのイメージ、イメージ強いです、うん、強いと思うんですけれど、魚もちょっとねどういう様子か最近ちょっと来てないんで、はい、見てみたいなと思って、はい、SLJ で今日楽しんでみたいと思います。はい、じゃあ一日楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、楽しい。魚さん、あやー、来たヒット。これは俺の方がでかくね。いいよ、私の方がでかいじゃん。こっちでしょ。いい。圧倒せよ、軽々と操れ。ネクストストロング、セルテート。はい、最初のポイントに到着しました。はい、水深が20メーターぐらいということで、とりあえず浅いんで、僕は TG ベイト SLJ の 30g。 私も同じく TG ベイト 30g で行きたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、お願いします。お願いします。水深が 20m ぐらいで浅いんで、キャストしながらちょっと広範囲に探るような感じになります。だいたい 20m なんで水深の半分ぐらいまで。お、当たった。当たりました。ほら、およいしょー。おー、ボトムですか。ボトムやね。ボトムから 1m ぐらいやけど、すげー可愛いよ。あー、こいつか。いやー、君は裏切らない。いやいやいや、エソも一目だな。一目ですね。君は裏切らない。裏切らないな、エソ。ポイント移動してきました。はい、浅いところちょっと反応あんま良くなかったんで、水深 50m ぐらいのちょっと深場に入ってきてます。はい、僕は 60g にチェンジで。チェンジで、うん、私はもうそのまま30でちょっと、うん、そこ取れると思うよ。うん、行こうと思います。はい、行きます。ちょっとそのまま落としてみます。どれぐらいまで巻き上げます。そこから 20m ぐらいやから、うん、25回転から30回転ぐらいだね。了解です。ヒット。優しく優しく上げていきます。タモいらなさそうです。お、タイヤ、ダイダー、マダイだ、マダイ、マダイだ。釣れたぞ。めちゃくちゃ可愛いサイズ来たぞ。マダイだ。次何が釣りたいですか。いや、3種目目はキジハタがね、釣るかって言ったらやっぱキジハタ多いんで、ボトムちょっとネチネチしようか。おし、来た。やったぜ、食いました。そこから3、4メーターぐらいですね。竿はブラスト SLJ の、63MLS です。 ML なんですけれどね、結構バットの方を登ってくれるんで魚を出しやすいですね。サイダー、サイダー、マダイってさっき釣ったよね。サイダーアップ。ユタキリノはチャリコ、これはマダイ。悔しい。悔しすぎる。いや、海の状況なんですけど、潮はもうほとんど動いてない状態で、さっきまで無風だったんですけれど、ようやくちょっと風が吹いてきて、ドテラで糸が斜めに入るようになってきたんで、まあ、ちょっとここから、ね、上向いてくれるといいんですけど、どうなるでしょうか。食うぞ、今から食うぞ。頼む。食うぞ、食うぞ。お、それ魚やろ。うん。石かも。うん、ビッグストーンっぽい。おっしゃ、おっしゃ、これ、これ魚。あ、知ったぞ。ボトムだぜ。ブラストの SLJ、63の ML。結構バッテンパワーが残るんで、この遠くまで払い出した今みたいな状況でも、こう竿でしっかり浮かして、浮いた分だけ巻き取るみたいな。で、この巻き取る時なんですけれど、竿絶対緩めないように
することでやっぱバラシとかそういうのが減ってきますね。リールは今日は、ルビアス使ってます。3000番の、ボディサイズが一番大きい、ルビアスシリーズでボディサイズが一番大きいのを使ってるんですけれど、結構今ポンピングしてるんですけど、リールだけでもこうやってグリグリ巻いてこれるような軽いリールなんですけれど、トルクがあります。石でした私は。だってリールだけでゆっくり巻いてくるのも結構魚がバラしにくいようなコツですね。おわお、いいサイズ。キジハタ狙いの本命アコ、キジハタですね。この模様がすごい綺麗な魚なんですけれど、超高級魚。結構こういうの狙うの難しいんですけれど、 SLJ だったら本当ただ巻きストップ、ただ巻きストップと、そういったアクションでこんないい魚が釣れるんで楽しいです。魚さん、魚あやー来たヒット。これは魚です。結構ライン、 SLJ ライン細くて、で大物かかった時に切れないようにドラグちょっと緩めに設定してるんですよ。なんでこうバットをしっかり曲げて、バットのパワーを使って魚をこう寄せてあげる。しっかり曲げるんですけど、テンション絶対抜かないように巻いていきます。あまりにもドラグが出すぎるなって時は、手でちょっと軽くスプールを押さえてあげてハンドドラグしながら。おー、マハタ、じゃあ黒ソイ、黒ソイ、うわー、やったー、黒ソイ、ブラック、ブラックブラック。わー、めっちゃ初めて釣りました黒ソイ。うん、結構でもガンガン引くんですね、グッ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 って持っていく感じ、めちゃくちゃ楽しかったです。ちょっと食いが悪いんで、糸1号使ってたんですけど、06の細い方に変えてみました。細い糸使うことで、この結構流されてるんですけれど、糸の抵抗がなくなるんで、より軽いジグを落としやすくなるっていうメリットがあります。ただあんまり大きいのがかかるとちょっと不安。私はそのまま TG80g でちょっとタックルを変更しました。キャタリナの BJ エアポータブル 64MLS のメタルトップのそうですね。そうでもこの曲がりを見てほしいんですよ。このロッドのこの曲がりめちゃくちゃ綺麗ですから。おいー、 いいね。お、お、それは青くない？これちょっとキャタリナのロッドに変えてメタルトップなんで、めちゃめちゃ食い込みがいいんですよ。感度が良くて、でこの曲がりがね、もっと曲げたい。めちゃくちゃ綺麗に曲がるんですよ。よいしょ、ダブルヒット、ダブルヒット、よいしょ。なんだ、予想では何ですか？キジハタ、キジハタ、イエーイ。おそろい、はい、イエーイ、ダブルヒット、ダブルヒット。俺の方がでかくね？いいよ、私の方がでかいでしょ。こっちでしょ。ミドキンと赤キン、はい、何グラム使ってるの今？私今80使ってます。80、60、まあでも似たような感じだね。はい、じゃあもう一目目指して、はい、頑張りましょう。続きお願いします。はい、えい、イエーイ。大人気好評いただいております。キャタリナ BJ AP シリーズに、今回 60LS 一番柔らかいモデルが追加となりました。特徴的なところなんですけれど、まず60、6フィートで、少し今までのロッドに比べると短くなっていることで、小回りが効くような、例えばアンダーハンドキャストがしやすいだとか、あと繊細なアクションをつけやすいといったようなところが特徴となっております。とシリーズ共通で言えるところなんですけれど、ティップ部、こちらメタルトップ採用しておりまして、食い込みがいい、感度がいいというような特徴がございます。また、センターカット2ピース、こちらについても、シリーズ共通となっておりますので、持ち運びと、非常に、便利となっております。非常に柔らかい竿なんですけれど、バットの方がぐーっと曲げていただいてもしっかり綺麗に回り込んでくれるので、魚を浮かす力が柔らかいんですけれど、しっかり備わっているというような特徴がございますので、青物や大型のまないなどかかってもしっかりと竿を貯めて浮かすことができます。こちら大変おすすめの一本となっておりますので、ぜひ使ってみてください。来た来た、いいサイズですか？久しぶりに食いました。子供ですね、魚ですね。うん、
何でしょう、キジハタパイセンでしょうか。キジハタパイセンのような気がします。ガシラなら5種目、ガシラなら5種目。さあどっちだ。キジハタパイセンでした。違いますよ。あ、ガシ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 、どうしよう、5種目達成。イエーイ、おめでとうございます。SLJ の一つの目標である5種目達成しました。達成しました。おっしゃ、おお、食ったぞ。ポンピングするときに竿の角度は極力変わらないように。おっと、ちょいちょいちょい、おおおお、元気がいいぞ。楽しい。うっかりカサゴ先輩でした。うわ、大きい。はい、頭大きめですね。頭と目ん玉大きめやね。うっかりカサゴサイズアップです。かわいいね。はい、ラストポイント移動してきました。今までで一番深い、90m オーバー、最後赤い魚みたいなと思って。そうですね、マダイ、アマダイ、レンコダイみたいな、ね、この辺狙ってやってみたいと思います。はい、ジグはね、ちょっと深場来たんで、TG ベイト SLJ の 80g でいきます。あ、私も一緒の 80g ですね。よし、じゃあラスト赤い魚狙って。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。キレキレがない。おお、あ、抜けた。お、来た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 。いや、うっそ。おい、ダブルヒット、ダブルヒット、ダブルヒット。赤いの来た、赤いの来た。あー、バレるな、バレるな。怖い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 、ちょっとドラグ緩めよう。あー、サバや、あるー、サバか。よく赤いの釣りに来たら、サバ釣れたわ。釣れました。6目目、6目目。いいサイズ、いいサイズが来ましたね。ちょっと引きすぎ。うん、びっくりしました。よし、逃がしやりましょう、逃がしましょう。おおおお、楽しい。スリル満点。遠いからね、ここ。ねSLJ でできるギリギリの推進やね。もうギリギリですね。なんだ、アマダイ、アマ、おー、いいの、いいアマダイ釣れました。いいの、アマダイ、いいの。イエーイ。ジグは TG ベイトの SLJ 赤金の 80g です。辻さん、釣れましたよ。大本命アマダイ。本当に、はい。若狭グジって、こっちの方で若狭湾のグジって超ブランド化されてるんだけど。釣れちゃいました。いいやつ、いいですね。こんな綺麗なアマダイが釣れるなんて最高ですね。いや、楽しめたみたいで良かったです。本当楽しかったです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は鶴ヶ沖の SLJ、ね、最初ちょっと当たりで少ない中から、はい、後半どんどん、ね、伸びてきて、うん、キジハタにアマダイ。いや、本当嬉しかったです。結局最終的には7目釣れました。すごい、やったー。これからね、もっと、秋にどんどんなっていくにつれて、そのアーモンとかももっと入ってくるようになって、はい、マダイとかもかつて上がってくるんで、これからライトジギングすごく楽しくなってくると思います。はい、ぜひ皆さん新シリーズをお持ちして、釣りの方来てみてください。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。